ンネルを抜けたようですね。この周辺もかつては市街地だったようです。クリスタルのせいで跡形もありませんが、地形の深い場所ですので座標による追跡が行えません。クリスタルの密度も高いようです。長時間の接触は避けてください。あとは急いでハンマリングの信号を追いかけましょうと言いたいところですが、その前に正面にあるものを確認していただけますか。あれが話に聞いた巨大クリスタルなんですね。聞いていたより輝いているようには見えませんが。一から考えて、探索隊ごと落ちたクリスタルの塊である確率が高いわ。近づいてみましょう。光も消えつつあります。これ中に空間があるわね。あと何かレバーのようなものもありますね。あ、それあれだ、あれ、そのブレーキレバー。ブレーキ、ギガドリリ。あ、かなり原始的な手動ブレーキだけど、待って、推理するから。うん、推理完了。ちょっと考えただけじゃないの。あのレバーを引っ張るとかかっていたブレーキが解除されてクリスタルの塊が降りる仕組みかも。降りる、落ちる、うん、落ちたのかな。トンネルを通って降りてきてここに来る仕掛けみたい。でもL 字型のトンネルが滑り台みたいになってここまで落ちてきたんだ。トンネルを抜けてここに着陸、いや墜落、その衝撃で崩れたみたい。衝撃で崩れた。じゃあ巻き添えになった方たちは。まさかその時の衝撃で。どうしてわかるんですか。どういうことですか。特に何かの役に立ちそうというわけでも。ブームだ、ブームがインストールされてる。ああ、確かに無事みたいね。かなり余裕がありそうです。いや、思ったより危険かも。エレグにとっては息をするよりブームのインストールの方が簡単なことなんて嘘、それくらい慣れてるって言いたかっただけ。何なのよ。それから残りの人たちもみんな無事だね。ブルーベリージュース、HP 回復アイテムがいっぱい置いてあるから。余裕ありすぎじゃない。エレグのダイイングメッセージですね。ダイイングメッセージの意味分かって言ってる。ではとにかく皆さん無事ということですね。そうなんじゃない。それならどうしてここにいないんでしょうか。多分あれのせいだろうな。ほんと、どこにでも湧くわね。状況終了。ただし光線時の騒音で付近のラプチャーが反応しています。できるだけ速やかに移動してください。状況を整理すると、エレグ、リバリン、ハンマリングは
クリスタルの塊に巻き込まれた後、この地点まで到達した。それからあのテレビにブームをインストールして、回復アイテムのある場所までプレイした。そんな方法を使う必要があったかは置いておきましょう。その後ラプチャーの襲撃を避けるためどこかへ移動した。今のところ死亡や大破の痕跡は未発見で、生存している可能性が高い。となれば今後はハンマリングに持たせた発信機の信号を追跡する。それしかないわね。発信機の反応は予想より遠くありませんでした。ただ位置が動いていないようなので心配です。ハンマリング、私が先頭に立ちます。皆さんついてきてください。ブレーキ、ブレーキ、摩擦で速度を下げたり固定したりするもの。どうした？ブレーキ、ブレーキ、制動装置、ブレーキ、トロニー様、一人ごとでしたら通信を切っていただけますか？うるさいと気が散るので。ごめん、考えを整理したくて。どうして巨大なクリスタルにそんなものがついていたのか。それでしたら運搬のためだと思います。運搬？クリスタルの塊をブレーキで固定してエネルギーを収集させたら、ブレーキを解除してエレベーターを通じて下に送るという感じかなと。物流センターで働いている時に似たようなものを見かけました。はしご車のような仕組みだと思います。さすがに落とすような運び方はしていなかったですが。なんで運ぶ必要があるのかな。私もわかりませんが、そんな使い方をするとしたら、使うとしたら、あのクリスタルってエネルギーの塊ですよね。クリスタルの塊がある場所まで動かせない何かがこちら側にあって、その何かに大量のエネルギーが必要だったとかじゃないでしょうか。その確証はないですが。でも運搬ってそういうことなんです。動かせないもののある場所に必要なものを届けるってことですから。あれだけのエネルギーを使う何かがここに。フラジャイルの専門って荷物運びよね。そうですが。ずいぶん鋭いじゃない。バカにしてるわけじゃなくて。私みたいなのは一生懸命お仕事するしかないので、うまく仕事をするために理論や仕組みなども勉強していて、まあ最近はそのお仕事がなくなっちゃったんですけど。ごめん。でもクリスタルの塊の内側にどうしてブレーキがあるんでしょうか。知性を持った何かが何らかの目的を持ってそうしていることは確かね。ヘレティックでしょうか。おそらくそう。誰だか知りませんが、随分几帳面ですね。話のついでにもう一つ気になることがあります。リバリンとエレング、クリスタルに半分ほど埋まってましたよね。お尻丸出しで。丸出しだったんですか。それはもう丸見えでした。丸見え、まさか。落ち着いて、服は着ていたわ。
指揮官様もご覧になったんですか。付き合ってもいない人のお尻を見るなんて最低です。とはいえ重要なのはお尻が見えたことではありません。結構大事なことだと思いますが、どうして二人が丸出しになってしまったのかということです。言い方に問題があるけど、無関係な話とも言えないわね。はい、一番ありそうな可能性です。調べた後には隣のリバリンに、あ、リバリン氏見てくだされとか声をかけるでしょうね。はしゃぐエレブの声に釣られてリバリンも覗くはずね。クリスタルの運搬が始まり、同時に成長したクリスタルに挟まれたということでしょうか。最悪の場合、挟まれた部位からクリスタルに侵食された可能性があります。それよりも悪い状況としては、クリスタルが実際は誰かにコントロールされていて、何らかの仕組みで思い通りに動かせるという可能性もあります。大いにあり得るかと。敵対的な態度の他にクリスタルを制御しているような素振りも見られました。ここで再遭遇する確率も高いと思われます。近いです。まもなく到着します。先に行くぞ。急いでる割に足はあまり速くないようですね。ドリルにブースターさえあれば。その話まだ引っ張るの。発進地点に到達しました。肉眼で確認できるはずです。無事のはずよね。ええ、三人とも一緒のはずです。ドリリ、大声を上げては。おい、あ、ハンマリング、ラプチャーを確認。能力を停止し潜伏していたようです。新規の座標に変化あり。ラプチャーの現在地と一致。え、ハンマリングはラプチャーだったということですか。そんなわけないでしょ。ちっ、お前ハンマリングをどこにやった。ドリリーの援護、エンカウンター。そんなの分かってる。発信機をこいつが持ってるんだろ。そいつを見つけねえと。なんでこいつが持ってるのか分からねえが、ハンマリングが元気な状態だったなら何か残してあるはずだ。メッセージでもサインでも。見つかれば手がかりに。血だ。そうだな、正確には液体触媒だ。私たちにとっては血だろ。死んじまったのか。どこで。
どうやって、はあ、やってらんねえよ。一体どこにいるんだ。あのドリリー様、お気持ちはわかりますが、そうやって一人で先走られると皆さんも巻き添えになりかねないので。ったく、どこ行っちまったんだよ。あのバカ、くそ、どこにいるんだよ。だから危ないって言っただろ。参ったな、マジで。高いところへ行きましょう。そこから探せます。この先に高い建物がありました。私が先導します。ラジャ。ねえドリリ、心配しないで、必ず見つけるから。ええ、お約束します。行こう。